吉さん,なんか時間がないからできませんでしたってあるじゃないですか言う人とか、まあ、少なくとも思ってる人いると思うんですよちょっと時間がなくて今週できませんでした今月時間がなくていやでも明日になったらもっと時間なくなると思うんですよ人生が一日は小さくなるわけですからじゃあ来月になったら時間があるんですかとか来年になったら時間できるんですかっていやもっともっとなくなるんで時間がないから早くやんないと時間がないから早く クリアししてていいいかかなななと、とと克服しないとって思うことばかりなんですよ。そんなことちんたらやってる暇はないですよね。あの私ねあの筋トレをしながら思ったことがあるんですよダイエットをしながらね筋トレをしながら思ったことがそもそも食わなきゃこんなになんなかったなと <laughs> ね当たり前のことなんですけども食べるのも時間かかるんですよ食べるのもお金かかるんですよでオーバーランして食べ過ぎたから痩せるのにも時間かかるし痩せるのにも根性がいるし痩せるのにも多少お金がかかるし だから行き過ぎて戻る戻り過ぎてまた行く行き過ぎてまた戻るとこうやってずっとね一番いいところをこう飛び越え飛び越え飛び越えしてるんですよね本当に人生の時間は残り少ないんで何とかしないとね、うんまあ、あのもしかしたらこのまんま私やり過ぎるとお金が余るほど稼ぐ可能性もあるんですよでもそうなった場合はそれをちゃんと使ってくれる家族がいるんで、まあ、稼ぎ過ぎることは心配しなくていいかなと思うんですけども万が一ね私がね あの新しい趣味に目覚めたりとかなんかもっとも,もっとお金がかかる投資とかやってみてボーンくらったりとかして計算外でお金が足りなくなっちゃったらどうしようかなとかねあるんですよねまあけど今までやり続けてきたこの10年間もう私も今年50ですよ40からネットビジネス始めてねその時にも思いましたすでに遅いんじゃないかなとすでに遅いんじゃないかなと思うからだから今日やんないと明日になったらもっと遅くなるぞってことですよいやあの時ね 見切り発車してよかったなと思うのはそのうち体制が整ったらやろうかなと思ったらマージャンやりながら体制が整うことは結局なかったってことですから2年後にマージャン店潰れて最悪私バイトを探しに行って45の男がバイトなんて採用されるわけなくってねそのま,まもま終わりですよでお情けでそれまで名刺交換した人かなんかのなんかねまああの仕事を手伝うことができたとしてもあなるべく久保ちゃんに給料出しちゃってねみたいな言葉を ね、後ろで聞きながら日当8000円ぐらいもらなくちゃいけないわけでしょ。お情けみたいな。で、どれだけそこで成果を上げても、まあ評価されることはほとんどないし、成果を上げなかったら、まあ、あいつはダメだった。使え、使えんかったな、みたいなね。闇から闇ですよね。だから本当に時間ないんですよ。今日やらないと、時間がない。で、やった結果、余裕な時間が持てるようになる日が一日一日近づいてくるっていうことですよね。やらなければ、そんな夢のような暮らしは絶対来ないんで、 過去の栄光にすがってね、昔は自分これでもやれてたんだって言っても全く意味がないんで昔のことを思い出す暇すらもう惜しいぐらいに今日やることにぶち込んでいかないと本当に時間がないですからねいってらっしゃい。